岡村忠し岡村忠しは日本の経営者、財界人、東芝名誉顧問、日本商工会議所名誉会頭、NPO 法人日本防災指揮構評議員などを務めている。父は元陸軍大佐で孫子研究家の岡村茂行兄は元警視庁副総監の岡村健。東京都立都山高等学校から東京大学に進学。大学では ラグビー部、斉藤新ゼミにそれぞれ所属した。1962年に東京大学法学部を卒業し、東京芝浦電機に入社。1973年にウィスコンシン大学経営学習士課程を修了。1994年に取締役。1996年に常務取締役となった。2000年6月に東芝社長に就任し、 肥大化して脆弱になった東芝グループの事業再編を進め、経営体質の強化を進めた。2003年デジタルコンテンツ協会会長。2005年7月に同社会長となり、同時に日本経済団体連合会副会長に就任。2007年11月から2013年11月まで日本商工会議所の第18代会頭を務めた。以来、財界。 および、それを代表した委員として参加する公的機関などでの社会活動を積極的に行っている。2015年春の叙勲で、朝日大受賞受賞。2015年6月、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会会長に就任。2019年6月、日本ラグビーフットボール協会名誉会長に就任。 2016年、東芝名誉顧問に就任。ラグビー選手としての体験から、勝利によって、初めて真のチームワークが完成するという哲学を持ち、企業経営にもこれを反映させている。また、社長就任後も、積極的に各事業所を訪問し、生産や販売現場の状況把握や社員との対話を進めたとされる一方、自分の後継者となる、 次期社長の決定ではパソコン部門での成功を収めた西田厚都氏を推薦した上で社内の指名委員会が決定するというアメリカ的な人事の透明性を確保する制度の導入を進めた。2001年に東芝の社内企業である東芝加減機器社が日本アムウェイと OEM 供給を結びこれをアムウェイ側が戦略的提携と発表しようとした際岡村は 本社の社長として、これに強い不快感を示し、同発表を取りやめさせた上で、OEM 供給自体も全自動洗濯乾燥機の一商品のみで打ち切らせた。これは岡村がマルチ商法と呼ばれるアムウェイの販売手法に根深い不信感を持っていたためとされている。ありがとうございます。